皆さんこんにちは。ベストオブミス群馬大会の公式アンバサダー野口美咲と田中恵美です。11月7日からベストオブミス群馬大会のビューティートレーニングが始まりました。はじめにオリエンテーションでは西村大会会長による挨拶の後、ファイナリストがそれぞれ自己紹介を行いました。初日の講義では広田先生による女性を輝かせるメンタリズム、堀川先生によるロジカルシンキング、武田先生によるスピーチ、木部先生によるビューティーウォーキングの4つの講義が行われました。ファイナリストたちはメモを取りながら真剣に講義を聞いたり、ウォーキングの基本について実践を通して学び、大会本番に向けての第一歩を踏み出している様子でした。今回参加するファイナリストたちにこれからの意気込みについて聞いてみました。すべてが初めてのことで緊張や不安もあるんですけど、自分らしく笑顔で明るく頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。座学だけでなく実技で自分に足りない部分がたくさん見えてきたので、これから毎日練習頑張って綺麗に歩けるように頑張りたいと思います。よろしくお願いします。自分がまだ今日の練習を受けてできないことがたくさんあったんですけれども、これから日々の努力を積み重ねて、とりあえず28日までに頑張って練習をしようと思います。よろしくお願いします。皆さんはじめまして。私、2021ベストオブミス群馬ウォーキング講師をさせていただきます、木部真理と申します。私は2017年にミスユニバースジャパン群馬県代表として日本大会に出場しました。この経験を生かし、この学びを皆さんに伝えられたらなと思っております。またウォーキング初心者の方がたくさんおられるということなので、基礎的なところから指導できたらなと思っております。皆さんの成長楽しみにしております。